皆さんこんばんは、 MK です。 Nintendo ラボドライブキットパート23やっていきましょう。前回飛行コースの2番までやったので、今回3番からですね。結構難易度が上がってきていますが、まあ頑張ってやっていきます。飛行機だからね、そんなに難しくはないと思うんですが、やっていきましょう。飛行機は15だね。はい、まず1つで、次が矢印通りに進むんですが、その矢印をね見逃すととんでもないことになるんで気をつけますよ。はい、ここで2つ目矢印、よし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 。この取った瞬間に矢印だったり輪っかだったりが出るのを見逃さないようにしましょう。はい、次、ほら見逃した。どうだ、あった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 。なんだその絶妙な位置は。あそこに行って頑張れ頑張れ、水に入んないようにする。いいですね。そーっとすぐ下なぜそうすぐ下なんだ。でこっちだね。これ町の方まで行く感じ、行く感じだね。おっと、空中庭園の場所に1つある。ここに行って、オッケー、いいですね。で、下下下なの。え、どういうことどういうことどういう下あ、そこか、そこか、そこか。結構広い感じの、ここ通って、上、上、上。そこ上どういうこと。はい、上行けば何があるの。こっちこっちこっち、お待って、どこどこどこ、あれ間違えたくさい。こっちじゃない。あった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 。よく見つけたね。オッケー。で、次が、こっちに行って、どこだ、あった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 。もうねビルが入り組みすぎて全然見えないんだよね、先が。はい、ここ取って、次が左に行って、あ、その下その下、待って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 、それはあまりにも急カーブすぎやしませんか。よし、なんとか取れる。でこっちえ、どこ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 、道なり道なり、上か上か上か。でももうこれがあれが12個目か、結構ペースとしてはいいですね。でこっちに行く、 OKOK。 でこれが13、あの真上が14、あそこがゴールっぽいけどね、なんか見た目的には。ここを取って、はい、ラストはどこでしょう。16がこっち、どこだ、あったど真ん中。急降下して一発で入りたいところでありますが、 OK です。結構余裕だね。はい、117,390ポイントでクリアです。いやでもなんか街中面白かったね。はい、飛行コース3番の下が世界一周コース、これねめちゃくちゃ難しいと思うよ、やってないけど。はい、早速やっていきましょう。これはね、車とか潜水艦とかを切り替えるときにタイムが加算されちゃうんだよね。鍵を外したとき、あれこれ車からで OK？ 真下っぽいけど、車からでいいんですか。真下に降りて、いいっぽいね、あそこだよね。ちょっとこのターボとかをうまく使いながらやっていきますよ。はい、あそこにしょっぱな、こっちじゃないか、こっちじゃないか、こっちからじゃないと通れない感じ。ここをぐるっと回って、よしよし、まずは1つ目で、次がまだまだ地上だね。30か、まあでも思ったより少ないな、30だったらそんなに移動距離ないんじゃない。わー、でも一個一個が結構遠い感じ。まだうわー、シティから出ていませんが、はい、ここもターボで進んでいく。えそっち、あ、これ何、またそういう感じか。はい、あ、じゃあ危ねえ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 、そっちそっち、これさ、これさ、もしかしてさ、飛行機でやった方がいい説ある？これさ、わざわざ車でやる必要ないんじゃない？もしかして。もうちょっとしてから考えますか？はいはいはい。時間はあるよね。待って、15秒。15秒しかないぜ。15秒しかないぜ。どこ？どこ？あれ？合ってない？もしかして。合ってる合ってる。8、やばい、7、8、7、6、5、通れるよね。危ないよ。そこ着地できる。OKOKOK。で、こっち？こっち？こっち？え？どっち？あ、めっちゃ遠いやん。そして、めっちゃ遠いやん。はい、ターボターボターボ。これさ、ガソリン切れはありえない。あれ使える、あれ使える、あの無限のやつ、あれドライブモードでしか使えない。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、えこっちって言ってなかった、ないよ。待ってさ、ドライブモードでしか使え、あ、使えない、ガソリン無限使えないじゃん。19、ないよ、ない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 、え、あ、あったあった、5、4、間に合わない、3、2、1、間に合わないね、間に合わねえ。これさ、これ覚えゲーじゃね、覚えゲーだな。ちょっと待った、飛行機でやった方がいいと見たんだけど、飛行機でやろう。はい、2回目ですね。これは絶対飛行機でやった方がいいと見た。はい、下行く。そうだよね、いや絶対この方早いわだってさっき、おーい、オッケー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 、いやいや全然違うじゃん誰だよ最初車って言ったやつ、やばい、しょっぱな来る方向間違えたけど、でもいけるいけるいける、このペースならいける。待って、こんなめんどくさいことする必要ないんじゃない。この辺に出るよね、この辺に出たはずだけど、あったあったあった、うん、
あ、いいのかいいのか、これってちなみにさ、逆でもいいの、よ、あ、いいんだね、オッケーオッケーオッケー。で、あそこ通ったら次はこっち、いや絶対飛行機の方早いじゃん。さっきあのめんどくさい道ずっと車で行ってたからね。いいぞいいぞいいぞ、分かっている。ただ矢印の方向を見る感じだとこれ車でやれってことではあるんだろうな。まあただ飛行機の方が早いから私は飛行機使いますけどね。よしよし、これで3つ目、あそこが4つ目。いやーでもどうだろうな、ガソリンが足りなくなる気がする途中で。はい、ここ行って、水中かな、それは水中ですね。じゃあ一旦ここ潜水艦に変えましょう。はい、着水して潜水艦。よし、こんなこともあろうかとね、ここに用意してあるんで OK。 切り替えるのは分かっているからね。よし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 。で問題はあの車のトイコンがめちゃめちゃでかくてこの辺に置けてないんで足元にあるんですよ。それを取るのを結構、これ地上、次地上、地上にあるのかな、そうじゃないのかな、だけ教えて。地上だ地上だ。よし、ここでじゃあ飛行機に変えていく。あのね、これね、車の方が燃費いいとか思う人いるかもしれないけど、多分この燃費ってね距離なんだよ。だからわかんない、違うかもしれないけど俺が思うにそうなんだよ。飛行機はあの速度が速いから燃費が減っているように見えるだけで、多分距離で換算したら車と飛行機一緒なんじゃねえかな燃費と思うんだけど、詳しい方いたら教えてください。はい、ここ通って次が、どこ、待って見失った。次がど、あ、下だ下だ下だ。いや見えないじゃんそこは。そこは見えないよ絶対。ここを曲がっていいですね。でどこだ、あっちあっち、こっち、違う、いいんだな、こっちだな。草原エリアにあると見た、あったね。ガソリンを入れる必要はあるのか。これで9個目でしょ。でこっち10個目がこっち、あったあったあった、あのこの中だな、この中だな。待って、それを一発で一発で行きたい。 OK。 で、あそこだ、上だ上だ。10個やってガソリンが半分以下だからまあ間に合わないな。絶対にガソリンはどっかで入れないといけないのか。まだだな、次のエリアに行ったあたりで入れますか。よし、じゃあこれで11個目。下下に行ってまた水中パターンか。こっちに曲がって水、あーたたたたたた、オッケーオッケーオッケー。ここ通って次が、あ、これ水中だね。よし、じゃあ変えていきます。ここでね、あの変えてる途中もね、あの秒数が進んじゃうんで、よし、オッケー。でこれで進んでいく。はい、方向方向気をつけて、方向気をつけて、はい進んでいく。いいよいいよいいよ、分かってる分かる。こっち逆逆逆ね、逆ね逆ね。いいよいいよいいよ。でそこ柱に当たって、水中に潜る、水中に潜れ。よし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 。でまっすぐまっすぐ、逆逆逆ね、逆ね逆ね逆ね。オッケー。で次が水中、次水中、次水中かと、あ、水中じゃないで、地上っぽいね。地上に行きますが、本当に地上、本当に地上かだけ教えて。地上だ。よし、じゃあここで変えていきます。飛行機にチェンジ。この間マジで秒数進む必要ないわ。この乗り物乗り換えるときは勘弁してほしいわ。はい、ここ通って次がまっすぐかな。あーあったあったあった。え、なんであんな変なところにあるんだ。そこ全然関係なくない今。ここ通って、はい次があそこの下だね。よし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 、だんだん分かってきたね。もう23本目ですかこれが。23本目ともなれば、だんだんコツぐらいは分かってくるですよ。こっちに行って、どこだ、上か上か。これもう23本目だけど、23本全部見てる人っているのかな。どうですか皆さん、もしかしてこのドライブキットパート1からパート23まで全部見たよって人がいたら、ぜひコメントで教えてほしいんだけど、まあなかなかいないとは思いますが、いたら本当にありがとうございますって感じです。はい、一旦入れた方がいいな。一旦が、そうだな、ガソリン入れた方がいい。よし、ここをくぐってガソリン入れよう。ちょっと一旦次虫でガソリン入れます。しょうがないもん、だってガソリンなくなったらどうしようもないんで。はい、じゃあここに着地して、これ車じゃないとガソリン入れれないのマジで設計ミスだろ。はい、車取ります。はい、 OK、 はい OK。 これ本当にね、車が足元にあって大変なんですが、はい、一旦走って、ここバック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 して、ラジオじゃないよ、待って待って待って、これさ切り替え、やばいやばい、切り替えるのが時間かかる、切り替えるのが時間かかる。こっちかこっちか、こっちの方が早い。え、給油口は使用できません。え、じゃあどうすんのどうすんの、待って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 、給油口使用できない、それ話聞いてないんだけど。え、ってことはガソリンを入れれないってこと。切れちゃう、絶対切れちゃう切れちゃう切れちゃう。切れるとどうなる。はい、こういって、あと20。え、嘘、ガソリン入れれないの。
大丈夫そんな仕様で。これさ、かなり最短で来ないといけないってこと。覚えゲーじゃんそれは。で次があっち、え、あと10個無理だよこのガソリンじゃ。え、どこどこどこ、水中だし、しかも取れないこれ。ちなみに、いけいけいけ、いけないか。よっしゃ、ここ、潜水艦に変えていく。え、無理じゃない、無理じゃない、俺無理だと思うんだけど。さすがに、さすがにきついって、さすがにきついって。でここ、はいはい、通れ通れ通れ、通らないんだよね地味に。あー、もうこうなるとイライラするこうなると何やってんだってなるよね。俺が悪いんだけどさ。か、通れ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 、よし、オッケー、通った。で次は、次は、次上、次上かどうかだけ教えて。上だね多分ね。一旦ここ頭出して、次は上だ上だ上だ。じゃあ飛行機に変えます。ガソリン切れたらゲームオーバーだとしたら、かなりひど、かなりやばくないこのゲーム。飛行機使っちゃダメってこと？車で取れるのは車で取った方が燃費いいのか。俺飛行機と車って燃費違いないと思ってるんだけど、違うのかな。やばい、ガソリンがないよ。どうなる、ガソリンが切れるとどうなる、そこを知りたい。これが、はい、23、ガソリン切れ。待って、ガソリン切れでゲームオーバーなんだ。車、車の方がガソリン使んないの、もしかして。え、そんなことあるかな。もう一回やる、車でやるか。じゃあ車で取れるとこは車で取って、飛行機じゃないと取れない時だけ飛行機にしてみるか。よし、じゃあ今度その作戦でいきましょう。はい、車でやると先ほど言って終わったと思いますが、私これ分かってしまいました。俺ね、常にアクセル全開で踏んでるんだよ。それが良くないんじゃないの。常にアクセル全開で踏まなければいけると見たんだけど、そうじゃない、どう思います。そうだよね、俺が間違ってたんじゃないの今まで。アクセル全開で踏んでた俺がアホだったのでは。はいはい、あー、ここ通れる通れる、いいですね。でこうアクセルちょっと踏んだら一旦休憩させるみたいな、こういう感じでやっていきたいと思います。次は、次どこ、あそこか、あそこか、いいよいいよいいよ。ちょっと時間かかるけどこの方がいいんじゃない。よし、ここガーッと一回踏んだら、はい、こういう感じで休憩させる。こうやって燃費を良くしていくっていうか、ガソリンをあまり使わないようにやっていけば車じゃなくてもクリアできると見た。俺はそうだと思ってるんだが違うかな。はい、そしたらここもまたぐーっと行って、はい、放置ですよ。こうやっていけばガソリンが短縮できるはず俺の考えが正しければ。頑張れ頑張れ、もうちょっと行く、もうちょっと行く、よし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 、いいよいいよいいよ。でここも水中だから、なるべく遠くまでこのガソリンを使わないで行って着地するんだけど、ギリギリで着地しよう、ギリギリで着地しますよ。頑張れ飛行機、頑張れ飛行機頑張れ飛行機、負けるな飛行機。あー、よし、オッケー、なんとか着地。じゃあここで潜水艦に変えます。ただこれの問題は時間がなくなるってことなんだよ。だから時間だけ気をつけよう、この場合は。はいはいはい、こう行って、でここも取った瞬間、くぐった瞬間、くぐった瞬間、はい、すぐここでもう取っちゃいます。そうすれば浮くでしょ、浮くでしょ。なるべくね、このガソリンを節約することが勝利への道だ。いけって、これまたグーンって出たら一旦休ませる。時間かかっちゃうけどこの方がいいよね、絶対そうだ絶対そうだ。よし、ここ通って次はあの上だな。ほら全然ガソリン使ってないでしょこの感じだと。いけるいける、この作戦でいけるけど、この作戦が正しいのか私は知りません。本当は車でやれば燃費いいから、車で行けるとこは車で行きましょうなのかもしれないけど、時間かかるじゃん車でやるとさだし俺違うと思うんだけどな。まあでも合ってないのかもな。車とさ飛行機ってさ、飛行機が燃費悪いんじゃなくて、車と飛行機の方が進む距離が速いから燃費が悪く見えるだけじゃないの、俺はそう思ってるんだけど。ましてやウィリーモードなんてやったらさ、結構使っちゃうんじゃない？違うかな？はい、この下通って、やぶねー。はいよ、これでまだ、ん？どっち次？あっちか、送迎エリアね。これでまだ全然使ってないでしょ？いけるいけるいける。このペースならいける。もうだってさっきさ、この時点で半分ぐらい行ってたんだもん。いいよいいよいいよ、そう。10個取って半分とか言ってたから、まだメモリ1つ分しか使ってないですよ。完璧ですね。完璧ですけど、この作戦非常に時間がかかる。
そして非常にね、やってる方も見てる方もこうなんだろう、やるせない気持ちになるよね。もうちょっとこうガーッといってほしいよね、動画的には。だけどしょうがない、皆さんここは一時耐えていただきたい。よし、もう次はあの上だ。ぐーっと進んで、はい、ここの辺でやめる。一回最高速度になったら一旦やめるみたいなね、そういう繰り返しですよ。はい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 、これが燃費を良くする一番いい走り方。あの車もそうよ、アクセルをずっと踏んでるよりも、どっちなんだろう。でもそれは今の車だとこうあまり切ったり止めたりするよりは普通にやってた方がいいのかもしれない。いまいち理解はしてませんが、あ、でこれもうこの下を先に通っちゃうみたいな、そうすれば、はい、短縮して、でここも、はい、潜水艦に変えますよ。で先に水面をガーッと進んで、あー待って、距離を稼ぎたかったけどそうはいかないらしいですね。ここちょっとガソリン使っちゃうかもしれないけどしょうがない、なるべく短縮でなるべく早くあそこくぐりましょう。でここくぐった後は確か地上なんで、はい、くぐった瞬間、はいはい、変えますよ。ここで上に上がって飛行機になるといいですね。でガーッとまた行って、これなんか割ればなんかあるとか、全然関係ないね全然関係なかったね。よし、でもいいぞ。さっきもこの時点で結構ガソリン食っちゃってたから、時間はあるから。よし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 今のうちになんか雑談でもしますか。そう、今これドライブキットやってるんですけど、もし好評なようならもしやってほしいという声が大きければ、ロボットキットをやろうかなと思ってるんですけど、皆さんどうですかここまであの動画を見てくれてる方に先に言っちゃうんですけど、このドライブキット、このラリーモードが終わったら多分終わりですよね。あ、まあその細かいこと言えばスプレーとかいろいろあるんだろうけど、ゲームモードとしては終わりですよね。ってなると、まあなんか任天堂ラボ結構皆さん見てくれてるんで、なんか終わらすのも寂しいなと思っちゃったりして、ロボットキットどうですか？私実況やってないんですよ。なので、もしやってほしいっていうコメントが今回多ければ、ロボットキットやってみようかなと思ってます。はい、ということで。なんか皆さんもコメントで意思表示してもいただけると嬉しいですっていう感じ。いらないならいらないって書いてもらえる。いらないって言われると傷つくな。いらないって言われると傷つくから、いらないと思ったら書かないでください。はい。でもいいよ。さっきもこの時点でガソリンないとか言ってたもんね。これいけるぞ。これで18。この作戦が正しいのか、本当に車を使うべきだったのかはちょっとわかりませんが、車を使ったとしても多分あのアクセルベタ踏みだったらクリアできない、この燃費だと。だってガソリン無限使えないんだもん。使えると思ったし給油もできると思ったわ。なんで給油できないの？じゃあなんでガソリン、あー危ない、なんだなんだ、今くるっと一回転しましたが、いまいち仕組みは分かっていない。で19、こっから分かんないよ。コース、上っぽいね。こっちっぽいですが、はい、こっちに行って雪だるまの上、違う、こっちに行って次の、あったあったあった、次のゲートあそこにありますね。これで20でしょ。あとベタ踏みしてもいけそうだけど、まあまあまあ安全取ってやめましょう。はい、ここで20。次ちょっとぐーっと上がって、次はそっちだ、あそこだね。水中の、やつを取りたいから、ギリギリまで飛行機で行って潜水艦で降りますよ。ギリギリまで飛行機で行け、ギリギリまで飛行機で行ける。よしよしよし、そしたら変えていく。これ結構秒数は余裕だな、やっぱり。もう200秒ぐらいあるもんね。秒数は気にしなくても良さそうです。いいよいいよ。で、この次もあれだよね。よし、ここを取って、この次は、そうですよね。飛行機でガーッと進む。雪道の途中にありましたよね、確か。ほらほら、あるよあるよ。で、さっきこの辺で、ガソリンがないって言ってたでしょ。まだ半分以上あるぜ。余裕だぜ。ただ絶対これ車だな。だって車、潜水艦、飛行機のマークついてんのにさ、俺飛行機と潜水艦しか使ってないもんね。でもいいんだよいいんだよ、そういう時もあるってこった。よしよしよし、ちょっと余裕出てきたから、ベタブ、この踏みの間隔を縮めましょう。まだ半分以上あるからね。でここ23個目、さっきここでリタイアしてるはずなんで、まだいけちゃうぜ今回は。 MK さんまだいけちゃうぜ。どこどこどこ、こっち、こっちに行って、ない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 よ。次の輪っかが、あ、あったあった、上だ上だ上だ。
ここをちょっと節約していける。で下下下真下下、あそこだあそこだあそこだ、孤島エリアだな。落ち着け。ここは落ちてってもいける、落ちてってもいけるから、なるべく燃費を良くしていきますよ。はいはいはい、落ちてってもいいから、ここは、あと孤島エリアで全部かな。行ってないエリアないですよね。孤島エリアで最後臭いな。頑張れ頑張れ頑張れ。落ちてってもそこは取れる。いいですねいいですね。でこれで25個目。で次がまっすぐだと思ったんですが、まっすぐだ。モアイの上かと思ったんだけど違うな。あれ、モアイの上かと思ったんだが、モアイの上にはない。こっち水中かな。あった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 。これが26個目。いいよ、時間は余裕あるから落ち着いていこう。ガソリンも余裕がある。これでクリアしちゃいますよ。はい26。待って、一回地面についちゃう。で次があそこだあそこだあそこだ。なんだあの微妙なエリアは。あそこが人魚がいたとこか。人魚がいたところに27個目。これ町に戻る感じ、町から始まり町に終わる感じなんですか。はい、そうっぽいですね。あそこに頑張れ頑張れ、なるべく油を使わないようにしていく。28個目が目の前にある。本当はガソリン気にしないでアクセル全開踏んでいきたいけど、しょうがなし。で左行ってありましたね。もうあと2つだから全開踏んじゃおう。はい、ここ曲がって30。あった、最後はもう、お、みんなお出迎えしてくれてる、ありがとう。世界一周コースコースクリア、317,520ポイント。いやー大変だったね。結構かかったね、やっぱり世界一周コースは。そしてガソリン切れが敵でしたね。次鬼モードがありますね。ちょっと見るだけ見てみるか。はい、鬼モード見てみましょう。お、あーでもコース自体は一緒なんだね。じゃあ次回この鬼モードの草原コースからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。